秘密基地ウォタファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォタファです。いつも僕の動画を見てくれて本当にどうもありがとう。さあ今日はね、ウォタファのメンテナンス秘密基地です。今日メンテナンスするのはトランスフォーマービクトリー。結構ね、昔に放映されたやつです。1989年かな。そこに登場する総司令官のスターセイバー、このおもちゃをメンテナンスします。あ、全国の玩具野郎集結よ。それからね、ちびっこもぜひ大人と一緒に見てください。さあそれでは行こう。まあ改めてメンテナンスとは何なのかというと、要はもうバッチリね、遊べるコンディションにするっていうところです。で、僕はね、これを中身どうなっているかというと、かなり、まあ、ほぼ新品に近いようなものです。おそらく前の持ち主は大人で、まあ、ほんのちょっとだけ遊んだぐらいのかなりの備品なんだけど、僕は買って以来一回も開けてないんですね。だからまあ、多分ね、ちゃんと遊べない仕様となっています。どうして新品なのに遊べないのかっていうのは説明しながら、やりながらね、説明していきます。パッケージこんな感じでね、もう本当に僕の土直撃のトランスフォーマーで、とっても気に入っています。その割に一回も開けてないっていうね、なんか申し訳ないです。まあ、僕はこういう、だからね、ぜひ昨今こういう時代というかね、こういう状況なんで、おもちゃを買うっていうね、文化も結構浸透してきたかなと思うんですよね。ちっちゃい頃に憧れてたとか、なんかそういうのを大人になってまた買いたいみたいなさ、そういうのはあると思うんだよね。だからでもいざ買っても遊べなかったら意味がないんで、なんか少しでも参考になればいいなと思います。じゃん、こんな感じですね。シールがあるんだけど、シールは貼ってなくて、もうこういう感じで、僕自身今こう見てもすごく懐かしいですね。これちっちゃい頃おばあちゃんに買ってもらったんだよね。状態すごくいいけど、ところどころ見るとね、焼けてたりとかするね。というわけでね、取り出します。じゃん、中に入っているものをすべて取り出しました。さあここから説明していきながら、まあ僕が本当にいつもどういう風にいじってるかをね、紹介します。いろいろ僕が使うツール一部持ってきてます。全部は使わないんです。今日使うのは、主に使うのはシリコンメンテナンススプレー、これですね。これはよく僕の動画でも言ってるんだけども、まあこれはなんだろう、僕たち人間でいうニベアみたいなものです。古いおもちゃっていうのは、言うなら、人間で言うならもうおじいちゃんになってるわけですね。だから、ちょっとね、体中をこう、マッサージしてあげるような感じでね、一つ一つ見ていきます。とにかくプラが固着しています。どういう意味かというと、ちょっとこれではわかんないか、まずこれちょっと見てみようか。ブレイン。これね、焼けてますね。よーく見ると、うっすらね、ここがクリームホワイトになっていて、こっちがホワイトになっています。この焼け方は遊んでボロボロになって焼けたんじゃなくて、やっぱり箱にずっと入れて長期保管してたから、こういうクリームカラーになってるんだけど、これはね、完璧ではないんだけど、ある程度ね復活します。これのやり方はなんてことはなく、箱から出して定期的に、なんていうのかな、太陽に少し当ててあげるといいです。僕の場合はカーテン越しに、少しずつ当てると、結構ね、復活するんだよ。僕、まあ、数々のね、デラックストイ、ヴィンテージのものをレビューしてるんだけど、中にはこのぐらい焼けてたもので、レビューする頃には結構白くなってるっていうのがありますね。ギミック的にはこういう感じの。あ、これいきなり、経年劣化だね。経年劣化というか、本当は、こうやってね、フェイスが出てきて、ストーンってね、何もしなくても落ちるんだけど、どっかで固まるね。これは、あれなんだよね、単純にプラとプラが、さっきの人間のファンダと同じで、ちょっとね、こう、ザラザラしてるというのかな。ちょっとガサガサお肌になってんだよね、全体的にね。本当に軽く動く少量を吹きつけ、これを。ブシュって出さないです。こうプラが干渉するところ、プラとプラが干渉というか触れ合うところに、本当にちょっと薄く塗って、でこうやってね、一つのギミックをこう繰り返す。これは例えばね、僕とおじいちゃんが一緒に少しずつね、腕を
ゆっくりゆっくり曲げてみたいな感じでリハビリをしてるところですね。僕は玩具いじるときはこう向き合うという言い方をよくするんだけど、本当に一つ一つ向き合って、もともとどういうギミックだったのかなというのを考えながらいじります。うん、どう？さっき上げたらさ、ここで止まって、でもストンって今降ります。これだけで復活する。これだけやるかやらないかで全然違います。やった後はこうやって軽く拭いてあげます。もう本当に違いがあるかないかわかんないんだけど、うん、こう布で優しく拭いてあげます。うん、これブレインのギミック復活したね。あとはやけが回復したらそれでいいんじゃないかなと思います。あとはこういう、銃とかね、持たせるとき、見えるかな、少し持たせたその拳の穴とあってちょっと削れてるんだよね。で、おそらく、なんていうのかな、今の状態で持たせても削れちゃうから、こうほんのちょっとこれつけて、なんていうのかな、ここのお肌を潤わせるみたいな。もうこれでね、あの、なんていうの、古いおもちゃって武器持たせると ギッチギチになってたりとかするでしょ。今のだけで回復します。で、基本的にメッキのパーツとか、うん、直接触れない方がいいなっていうものもあるんだよね。それがメッキですね。もうこれに関してはもう剥げちゃったらどうしようもないんで、僕の場合はメッキの場合は手袋をはめますけど、基本的にこういう玩具って、なんだろう、ちびっこが遊んでも大丈夫なものばかりじゃない。だから、うん、僕はあまりデリケートにはしません。こんな感じですね。このジェット機がいっぱいギミックが入っています。うん、プラの感じとか、うん、少し焼けてるね。というわけでね、ギミックどんどん見ていこう。もう ここから僕タイムに入ります。自分はよく注意深く見るとかこういうヒンジですね。これウイングが上がるんだけど、やってみようか。うん、怖いね。必ず根元もうギリギリのギリギリ持って、こうやって一回やってみます。うーん、なるほど、わかるかな、こうキーキー言ってるんで、なるはずのない部分のキーキーと言ったらいいかな。で、これも吹きつけるとき怖いんだけど、ちょっと一回手袋にね、僕はもうこのままつけちゃって、こう軽くこういうところをね、なじませてあげます。まあキーキー言うけどいい感じだね。これをね、何回も繰り返します。結構ね、あの、手間がかかりますね。お料理でも何でもそうなんだけど、とにかく手間がかかりますね。手間をかけた分愛情が湧いてきます。だいぶ良くなってきました。あの、ロボット玩具って、あの、想像してみてください。こういうギミックがところかしこにあるよね。これを一個一個やっていくんです。これが玩具野郎です。どう？さっきの変なキーキーがなくて。うん。この玩具の持ってる本来特有のいい音がしています。こういう感じだから僕は向き合うっていうのはなんかこういう感じなのよ。うん、ここも音はあれだけど渋みがかなりあります。うん、ごめん、今日全然面白い動画じゃないわ。だけど、うん、僕はこれ、こういうことしてるのがとにかく大好きなんです。とは、うん、いじりながら、なんかどこのプラが削れてるかで、この本来そのどういうギミックだったかっていうのが分かるんで、分かるかな。これスプレーなんだけど、ほとんど僕シュッてやってないでしょ。本当にちょっとだけでいいんだよね。うん、いいね。こう張りのある感じ。もう一台に行くね。うん、ウイングはこれで OK ですね。いい感じ。こんなことをずっとやってきます。いい、ずっとやってって。ここはどうでしょう。
ここはロボットの時にここで固定されるんだけど、ある程度渋みがないとプラプラになっちゃうんで、うん、まあこのぐらいはいいんじゃないかなと思います。ここは触らない方がいいですね。ただこう何回もね繰り返してあげます。こうやってこういう感じでこう一緒にねスターセイバーの気持ちになって少しずつ少しずつまた復活していくぞっていう感じ。おそらくこのトイはコレクターが前持ってたから多分そんなに頻繁に遊んでなかったと思う。ずっと箱の中に入ってた期間が多かったと思うんだよね。だからこのスターセイバー自身もこうどういう玩具だったか自分自身が忘れてる感じ。うん、固着してちょっと拭いてあげるといいかな。ちょっと拭いてちょっとつけてで優しくね拭いてあげましょう。これ、ね、30年間30年以上かなこれ30年ぐらい、うん、あのいい状態で僕のとこ来てくれてありがとうって思いながらねこういう風にやってます。あとはここが開くんだよね。例えばこのジョイントがここにあります。これ、ね、閉じた時パチンって閉まるところってここがプラでね噛み合ってパチンって言うんだけど、ここは塗装になってます。塗装を保護する意味でもここはねまたちょっと点付けしてあげると、こういう感じ。これだけで持ちが違います。これも本当に前の持ち主が綺麗に遊んでたから全然塗装が剥がれてないんだよね。いい。あとね長期保管で太陽に当たらずに焼けたプラの特徴を、このブルーのパーツ、クリアブルーなんだよ、これ本当は。でもちょっとこうグリーンに見えない。これだね、この黄ばみが、その太陽光で少し復活します。結構よく、溶剤で、白身が復活するっていうやつあるじゃない。あれ僕絶対やらない派です。絶対玩具には良くないから、あんまりやらないです。1、2回遊んでね、見栄えだけ気にすればいいっていう時だったらやると思うけど、試みたことはないね、僕。OK。で、これがね、変形するんです。こういう感じですね。で、こういうスイッチとかね、ちょっとやってみようか。これ買ってんだよな。なんていうのかな、玩具野郎の、勘でこうスイッチを押して引っ張る系っていうのは大体固着してる場合が多いです。こういう時は開くところまで少しずつやってまた閉じてあげてでまた引っ張ってあげるっていう感じ。ある程度のとこまで行けば様子を見てね、こう一気に引っ張ってあげます。ああそうだね、よーく見るとここうっすら赤くなってるの分かるかな。うっすら赤くなってるのはこれ多分前の持ち主が何回かやって、まあ、そのプラが削れてるんだよね。でここも要するにそこがすごく干渉してるってとこだよね。であとこの全体にこうなんかやっぱ僕的にはニベア的な感覚でいるので、こうやってとにかくねこのシリコンメンテナンススプレー、これ本当に有能です。たまに模型とか、なんていうのかな、こういう、専用じゃないスプレーとかもあるんだけど、絶対に使わないでください。不安だったら、シリコンメンテナンススプレーがいい。迷ったら、もうシリコンメンテナンススプレーでいい。で、これ何回かやるんだよね。ここでほら、一回突っかかるよね。だから、そういうところをちょっと意識しながら、ちょっとつけて、軽く拭いてあげます。これ今押して、今度は押して、いいね。いいね。いい音がしてきました。地味だよな今日の動画僕のやってることは普段すごく地味です。これが出てくるね。これはねナイロンっぽいパーツで、最近のトランスフォーマーでもよく使われてます。耐久性があってね、ここはね結構大丈夫。これは経年劣化あんまりないんだよね。
だけど、うん、この音で分かるよね、このいい音。このナイロンとナイロンの。それから拳。こういうとこも結構硬かったりします。あ、全然いいね。うん、これはある程度、ある程度渋みがあれば、ここは触らない方がいいです。こういうところに吹くと、さっきのね、これやると、ゆるゆるになって、ここで形状保持できなくなって、こう、グラグラになっちゃったりするんで、気をつけた方がいいですね。うん。お、特に問題ない。問題ないところはね、何でもかんでも、これ塗ればいいってわけじゃないから、本当に適材適所のところで。うん、硬い。硬いけど、ここは、どうなんだろうな。うん、やり方次第か。いいね。ちょっとここに、ここがね、ジョイントの、あの何、パチンっていうところの、あれになるかな。これ触ったか触らないかぐらい、ちょっとつけて、こうやってやります。こうすると、プラがね、プラが若返ります。地味だよなぁ。あ、いいね。いい音してます。さあ、そしたら、さっきのね、これが、この子が、この中に入るんですね。ブレインセット。どれどれ？おぉ。あ、綺麗に定位置いってるか。うん。さっきこれブレイン君をメンテナンスしなかったら、この頭がここで止まるみたいな現象、なんていうのかな。うん。まあ、お、ちゃんと決まりますね。オッケー。でこれ取るとき、こうやって取ればいいかな。素晴らしい。本当に。いい玩具でね、よくできてます。まあ、そうこうしてるうちに、このスターセイバーは、このセイバーは、この強化合体前は大丈夫そう。うん、これで OK です。まあ、こんな感じで。とにかくね、地味な毎日を送っております。これで OK ですね。で、武器持たせてみようか。さっき、ね、ここをね、ちょっとだけ拭いたんだけど。これやってあげると、うん。まあ、ちょっとキーキー言うけど、なんていうのかな。まあ、気持ちの問題。気持ちの問題です。こうやって保護してあげれば、うん。うん、まあ、きちきちに、これは別にそんなにプラを痛めてる音じゃないんで、いいかな。これで完成ですね。さあ、この、あれだね。このでっかい方、うん。これをやりましょう。これは大変なんじゃないかな。うん、まずこういうとこですね。うん、うん、クリックがあっていいですね。よーく見るとここはプラが削れてます。こういうのをね、ちょっと軽く優しくやってあげると、おー、クリック感がね、もっと良くなります。わかるかな。結構僕は動画で紹介するとき、このクリック感というか、うん、どこがどこまで動くっていうのをしっかり見せたいので、これが本来のスターセイバーのここの部分の可動なんだよね。そしたらこれがクランク状に折りたたまれます。おう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 。ここは結構、うんうんうん、ゆっくりやろう。こういう時もいじる時は絶対にここを触って、うん、もう一回やってみよう。うん、ここはいいんじゃないかな。まあ、適度に渋みがあります。こことか、たまにこういうロールさせるとき、プラとプラが密着してるんで、こういう周りに薄くね、プラが結構がっつり削れてたりとかしてたら、その脇からね、軽く、まあ、こういう感じで、こういう感じでつけてあげるといいです。これに関しては大丈夫だから、うん、やらないけど、ちょっと待ってね、バトルアップすると、こ
ここにスプリングギミックでこうフェイスが出てきます。うん、スプリングもいい感じ、こんな感じですね、うん、よし。そうだね、全体ちょっと焼けてるね、少しクリームって感じだよね。これもさっきと同じウィングありましたね。ここ結構破損しやすいです。そうだね、うん、これ拭くところを何回か見ればわかると思うんだけど、ちょっと待ってね。これ、ね、絶対 あんまり直接拭かない方がいい。軽く拭くとここにちょっとたまるから、これをちょっとつけて、てか可動部にちょっと当ててあげるといいです。うん、うん、いい感じいい感じ。こうやって様子を見ながら、もうよく、うん、おもちゃ見ながら、ああいいね、あクリックがあるんだねここ本当はね、うん、特に変なキーキー音もないしいいね。もともと多分パッケージにはこう入ってたから、少しこっちに行く、なんていうのかな、ほんのちょっとだけなんかこうプラが変形してるかあれで、こっちに行きづらくなってたりとかするんだよね。OK です。じゃあ今度これか。あ、これは全然。これ全然いいね。反対側は。これも同じ工程をやっていきましょう。反対側も同様。同じ動作を何回も繰り返してください。そうすると、さっきね、つけたこれがよく馴染みます。で、拭き取る。拭き取りながら、こう、まあ、磨くような感じで、見ていきましょう。あ、全然大丈夫だね。たまーにこういうところめっちゃ硬かったりとか、そう、折れたりとかするから気をつけた方がいいです。OK、そしたら、ここかな？硬っ！買った、うん、こういうとこよ、こういうとこ、あの新品が遊べないってこういうところです。本来はこれが多分スパンとね反転して足首になるね。買った、何回言うんだびっくりするね。これ一回出そう、一回出そう、ちょっと落ち着け。音聞いてわかるかな、プラがめっちゃ擦れてるんだよね多分。本来のこのおもちゃのギミックではないんでね。だから、多分息切るとパチンというか、なんか定位置を決めるロックみたいなとこがあって、あの突起があるんだよね。こういうところに、ちょっとつけて、こうやってね、拭いてあげるの。で、反対にもあるから、あるね。で、よーく見ると、動画で見えるかな。少しこう、削れてるんだよね。この突起のところに白いプラがついてるから、うん。まあ、こういう感じで馴染ませてください。よく馴染ませて、この周りに馴染ませるって感じ。こうやってやります。そうすると。うん。あ、ここで飛び越える。一回飛び越えて戻ると。これ一回目じゃない。お、まだ硬いか。うん。何回かやりましょう。洋服。うん。どう？だいぶ復活してきました。うん。これをもう納得いくまでずっとやるわけ。玩具野郎に終わりはありません。スターセイバーのね、調子が良くなるように。多分ね、玩具も、本来ずっと箱に大事にされるのも嬉しいけど、やっぱ遊んでほしいと思うんだよね、うん、お、だんだん、うん、うん、いいところで止まるね、うん、よし、これはいいでしょう、うん、反対側
買った出てこねえ。ちょっと待ってよ。でもまあ判定側もどうよって感じ。こういうところ見ると少しプランが削れてるのが分かります。こういったところが削、さっき引き出すときとか当たってるんだよね。そういうところを中心にこう点付けして、で、反対側も見たりとか、こういう感じでやってきます。すげえ地味でしょ。まだ拭き取らないで一回こうやってこんぐらい硬いんだったら一回こうやってやった方がいいね。うん、何往復目だっけ、うん、この出し方もあんまりこうグー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 ギューギューやると、うん、やっぱこの辺痛めるから、そうだね、さっきはもうここ押さないと出てこなかったから、うん、だいぶ良くなってきたような気がするな。うん、このぐらいできるならあと何回か遊べばいい感じになると思います。オッケー。うん、さっきと、うん、いじり心地が全然違っていると思ういうのが分かるかと思います。やべ、もうこんなんで24分もやってた。ごめん。本当に。もしよかったら、ぜひ一緒に楽しんでください。あ、これとかわかる？これが、そのプラとプラの摩擦による傷です。まあ、こういうのができるんだよね。だから、うん、ここができる瞬間っていうのはかなりプラが、これ、なんていうのかな。本来このぐらい傷がつくんであれば、こっちにも同じぐらいつけば、もう同じぐらいの渋みなんだけど、これは相当硬いはず。ちょっとやってみようか。でっかいクリックあるんだよな。ここに、解除ピンがあって、外す、クリック。で、これな、ここか。うん、わかるかな。ここをまっすぐにするときに、今のところで行くわけだ。ここか。こういう場合は、出てない。ちょっと待ってください。これすげえ地味な、すげえ地味な動画でごめんなさい。うん、結構多めにつけて、うん、基本的にこういう傷がついちゃったものって、うん、綺麗に消すことはあまりできないけど、うん、まあこれも、勲章の一つというかね、うん、こういう感じでよく拭いてあげれば、要するにここにつけたものがこっちにも行くから、うんうん、硬さとかそういうのはないね。ただ、うん、あ、でも硬いな、これ少しどこにあるかな。まあ大体多分この中にあれが、ギミックがあるから、こういう感じでもやって、直接拭きます。多分ほんのちょっとだと思う。すごくね、慎重に、力加減をやってました。これやりながらだとあんまり喋れないな。うん。やっぱりクリックがね、いい音が変わってくんだよね。まあ僕だけかもしれないんだけど、うん、なんか僕はいじってて、あ、いい音になってきたなとか、そういうことを感じながらやっています。うん、うん、いいんじゃないでしょうか。判定側も同様。うん。ちょっと待って、いきなりキーキー言うな。このキーキー言ってるっていうのは、やっぱりそのプラが、要するにね、人間のお肌、まあさっきから言ってる、そのお肌が、
こうガサガサになってます。こうやってあげるだけで、ほら、外すときにあんまりキー、今のキーは違うところなんだけど、うん、ここで鳴ってるキーは減りました。これは、ここにもあるな、プラノですかね。で、ここにもあります。まあ、症状が最初から分かってるから、こうやって、シリコンメンテナンススプレーを、つけてあげてもいいよね。そうだね。だからこれをやる目的っていうのは、自分が持ってる、あ、ちょっと待って。この音聞いてほしいんだけど。この状態から何回かやるとね、もっといい音になる。けど、ちょっと待って、さっきどうやってたっけ？こっちにも吹いてたか。ほんのちょっとね、ほんのちょっとね。慣れないと。この使い方難しいんだよな。お、わかる？このよどみのない変なキシキシの中、このクリックだけがスコーンスコーンって。いいですね。あとここも結構強くプラがあ、今カメラが止まった。ごめん、多分ある一定の長さだから、自動的に止まっちゃったけど。うん、良くなってる。ちょっとなんか、やっぱりね、お肌がガサガサ同士だと、やっぱね、違うんだよな。この俺たち玩具野郎は違いを楽しむからね。違うんで、母ちゃん。そうこうしてる間にね。立ち上がりました。足は、これでいいだろう。いいね。いいね。さあ、そしたら今度腕を行こう。腕は、そうだ、最初にランディングギアのギミックがあるんだった。こうやってね、突起に引っかかってるものを出すっていうところ。これは全然問題ないけど、心配だったら、軽く、パチンって止まってるところと、プラが接触するところ。ここに、今みたいに軽く点付けしてあげると、綺麗に、ギミックが、動作します。反対側。わかる？今の、なんていう音なんだこれ。地球っていう音するじゃない。これを、なんていうかな、こう。緩和させてあげます。ちょっと塗ってあげると、どう？変なキューって音ないでしょ。僕は多分スターセーバー、本来はこういう状態なのかなと思います。そしたら、今みたいに何回も同じことを繰り返すわけですね。リハビリです。こうギューギューと。優しくね、体を押してあげるような感じで。これで大丈夫です。さあ、そしたら腕は、ジョイント、ロックなくと、普通に引っ張るだけなんでね。怖いな。あ、聞こえる？今、この、発泡スチロールみたいなさ、チチ、キキキキって音？うん、聞こえるよね。なんか、キーって音ね。これ難しいんだよな。難しいんだよな。何回かやります。僕の場合は。言ってるな。これは、どこに吹けばいいかっていうと、この中なんだよね。で、僕の場合は、こういう時は、少し縮めて、隙間を作って、この中に、これを入れて、軽く。
これだけ拭きます。まだどっかで、まあ、何かが干渉してるんだけど、これ拭きすぎると注意だし、まあ、多少キーってなっても僕は仕方ないというか、別に気にならなければそれでいいと思う。本当はいつもだったらもうちょっとこうずっとやってるんだけど、あ、キーって言わなくなったでしょ。あとあれだね、ギミックをよく覚えておくことだね、いじるときね。例えばここにロール関節があります。だからあんまりこの右手だけこうやってやったらここにかなり負担がかかるから、こうやって押さえてあげてこうやってやります。うん、結構キキ言わなくなったんじゃないかなと思います。きっとね、スターセイバーも喜んでたら嬉しいね。こっちは全然いいね。当然ながら左右で違ったりします。これはいいぞ、うん、いい音がします。肩、だんだんこうね、僕の動画今見てもらって分かると思うんだけど、少しわずかな違いがあると思います。こっち、そうだね、いいね。うん、ここは、ああ、そうだね。いじり方をさっきみたいに、要するに、うん、ダメージ当てる、なんていうかな。普通の遊び方をしてれば、ここは壊れないかな。大丈夫そう。そしたらこの胸部のところに、クリックがあるけど、ここ全然問題なさそうだね。経年劣化、あんまり破損させたくないって場合は、この、ジョイントと、このプラの摩擦するところに軽く拭いてあげるといい音します。ここは緩いね。ここはこれで OK にしましょう。そしたらこういうスイッチのところね、スプリングで作動するところ、こういうところとか、結構この接続するジョイント周りに軽く拭いてあげると具合がいいです。オッケー、すごい、ここまで来た。これでね、変形完了なんだよね。おお、合体させようよ。トランスフォーム合体ね、ちょっとね、地味な動画なんでね、ちょっと歌なんて歌ってみました。ね、バトルアップさせます、うん、いじってて特に気になるところとか、あ、そうだ、これ硬ちょっと待ってください、大きい声出してごめん。そうそうそう、ここ曲がるんだけど、これがナイロンプラの受けで、このプラがこうね、これがクリックなんですね。豪快に曲がるんだけど、もうどうやっても動かないです。怖い、こういう時にどこを拭けばいいかっていうと、このこのクリックの受けになるところに一回置いてあげます。少し、うん、ちょっと拭きすぎ怖いな、うん、面倒でもやぼったく見えても丁寧さを心がけましょう。玩具が第一優先です。怖いんだけど、一回ね、やってみるといい。絶対に、根元と根元だけを動かすイメージ。怖い。ああ、いったいった。本来はもっとスムーズにいくんだよね。うん、頑張れ。うん。
うん、わかるかな、僕の力のかけ具合がだいぶ変わったと思います。あとはこのプラとプラの間とか、少しこれでも多すぎるぐらいなんだけど、ちょっと拭いてあげるとこれだけで違います。こういう硬い時に絶対にやってはいけないことは、ここにビスが見えます。これは内側にあるから回せないんだけど、これ絶対ビスをやらない方がいいです。なんでかというと、プラとプラが固着してるんで、この状態でドライバーを回すと、場合によっては中のこのネジ受けのところが割れる可能性があります。だから僕はネジは使わずにこういう感じ、うん、このドライバーのビス自体も本来はそこでちょうどよく止まってるはずだから、ここよりはこうやってやればいい、うん、ここ OK でしょ。でこう下は怖い、これも硬あ怖いな。では同様の 手順で、うん、こうやってやってあげて、1回目はやっぱ怖いから、曲げるときはもう思い切って、まあ力をあんまり力入れなくてもいいから、一回何クリックで止まるところ、中途半端にこういう感じで止めてあげると良くない。こうしっかり。お、そこを知るうちにいい感じ。あ、戻った戻った。あ、これがね、うん、ビフォーアフター分かりやすいよね。ごめん、こんなとこも、ここまで見てる人っているのかな。本当に申し訳ない。あー、いいじゃん。30年ずっとこれをやりたかったはずなんだよね、このおもちゃもね。いやー、よかったね。あー、いいね。プラのいい音がします。お、で、さっきやったウィン。ここもね、ちゃんとギミックが生きています。極力ね、メッキ触らないようにして。おお、すげえな。俺も30年ぶりぐらいに、合体させる。いや、なんか感慨深いね。いい音する。この中にこう入るんでね。ここもプラの受けがあるけど、これ、さっきの黄色いパーツと同じで、ちょっとこうナイロンのような材質になってます。だからこのままでも大丈夫かな。ちょっと待って、ワクワクする。押し込んでみよう。うん、入った。あ、ちょっと待って、せっかく合体させたけどロック解除してみよう。この時点、これはね、スイッチを押しながら引っ張ると外れるギミックになってるはず。僕今まだ力を加えてないです。せーの、うん、大丈夫だね。ちょ、ごめんね。ああ、おー、いいですね。で、これ内側閉じて。ああ、すげえ。さあ、そして最後に、ブレインセット。ああ、これかね。ちょっとこれ見えないか。ちょっとスタンドを延長します。ちょっと待ってください。ね。で、これが。おー。おー、しっかり連動して、これ確かそう、浮きやすいんで、こうやってね、グッて、ああ、ああ、ちっちゃい頃やってた時とまんまだ。こうね、そうそうそう、こうなってて、グッて押してあげると、こうですよ。おー、できた。これでね、メンテナンス完了だ。いやー、嬉しい。どう？多分ね、うん。だからさっき本題に戻るけど、新品でも遊べないっていうのはこういうことなんですね。こういうところがいっぱいあるんで、まあとにかく、メンテナンスをよくします。これが僕の日課です。うん。お、ここそんなに渋みないんだね。いい感じ、いい感じ。これがね、武器になります。これおばあちゃんにすげえおねだりしたら買ってくれたんだよね。それがすごく覚えてます。
持てた。こんな感じですね。あ、そうそうそう、ここはね、置きやすい。おー、これで完成。いやー、いいね、いいね。まあ、いつも僕はこんなようなことをしています。ちなみに、今日の動画では、というか僕、まあ、シールあんま貼りたくないです。貼りたくないんだけど、たまにさ、こういう、例えば勇者トイとか、まあ、こういうトランスフォーマーとか、デラックス超合金とかに、シールが付属しています。これの粘着力が弱っているときは、いっそ、スプレーのりで、裏返して、そう、表にマスキングして、それでもう、これ拭いてあげると、ああ、危ない危ない。万が一があるけど。これで拭いてあげると、かなり粘着力が復活して、綺麗に貼れます。ぜひ参考にしてください。というわけでね、あ、ちょっと待って、最後に、銃も持たせたい。いや、これ、あれだな。今度、レビューしよう。ちょっとしばらく、太陽の日を浴びて、うん、何回か往復変形させたら、だいぶいい感じになるんじゃないかなと。まあ、多分シール貼ってない状態だと思うけどね。今度、レビューしたいなと思います。今回の動画、面白かったな、楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。こんなに長い動画なのにね、最後まで見てくれて、本当にどうもありがとう。あとね、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おとうでした。待ってねー。ガンリアの秘訣せよ、ミッションを繰り出せよ、変形合体憧れてた夢のトランスフォーム、ワタファの秘密基地。